同じあの製品の天板安いのを2つ見つけて、それでそこからおもちゃのキーボードっていうのはやっぱ安物だから、そのバッテリーのパワーでピッチがわずかに変わるっていうのを発見して、それによってちょっと音が複雑な音が生まれるっていうのを発見して、My name is Asuna, and I live in Kanazawa City. And I performing 100 keyboards this Fusebox Festival. Nice, nice. Yeah, let's go. 先々の場所で。まずやっぱりあの音の響きとか、あの壁の音の反射みたいなものを確認して、それで自分がどの位置で演奏するかを決めたりとか、やっぱりその音楽とかアートとかその美術の役割っていうのは、やっぱりその人の普通の普段見てるみんなの視点とは別の視点から、やっぱりこういう見方があるんだとか、そういうのをあの新しい視点を追加したりするのがやっぱり役割だと思うんですけど。音楽的なパフォーマンスでもあるんですけども、あの音 の, あの現象、科学的なそういう音の音響の現象を扱った作品なので、あの聞いている自分が、その聞いている場所によってちょっと違った音が聞こえてくるっていう、そういう作品なんです。なのでそれ聞いてくれるお客さんそれぞれが、あの自分の聞き方をその作品の周りを動きながら発見していってもらえたらいいかな。